今回は老害という言葉でね、少し動画を撮ってみようかと思います。なんか茂木健一郎さんっていう脳科学者の方と、少年革命家ユタ・ボンでしょっていう方の間で、老害っていう言葉でね、なんかやり取りがあったみたいですけども、詳しくは知りません、詳しくは知らないんですけども、その老害っていう言葉についてね、どう思うかなんですけども、70代80代の方が老害に見えてしまうのは、まあ若者から見るとしょうがないのかなというふうに思います。ただそれをね、老害という言葉、それを受け取った人が嫌な気持ちになる言葉を発するのか、それともそんな発想に至ってしまう自分を恥じるのかというふうな考え方の違いはあるでしょうね。やっぱりこう、人が嫌な気持ちになる言葉ってあるわけですよ。しかもそれを発する方は分かってるわけなんですよ。だから使わない人と使う人がいるんですよね。まあすごく分かりやすく言うと、実弾の込められて撃鉄の上がった拳銃を人に向けたら怖いでしょ。だからやらないっていう風な、その程度の良識なんですよね。で、70代80代になってくると、とてもじゃないけども30年後とか40年後の自分っていうのは想像できないわけですよ。で、逆に今まで過ごしてきた70年80年っていうのを肯定したくなるんですよ。だってその70年80年に行き着かない人もいたわけですからね。多くの方のまあ過ぎ去る人生を見てきて、で大切な人を亡くしてきて、だんだん自分の考え方を否定するんではなくてね、肯定しながら安心して最後の時間を迎えようとしてる時に、なんか新しいテクノロジーをね、無理やり押し付けたりとかね、なんか考え方が古いとかね、考え方古くていいんですよ。70代80代はそもそももう人間が古いわけですからね。入れ物に適した内容物になってるでしょ、たまにね、年齢は言ってるけども中身が若い人いますけども、逆にそういう人で溢れたら若者の立場はなくなるんで、よかったじゃないかっていう考え方なんですよ。で、20代30代になってくると、今までの人生よりもこれからの人生の方が長いから、今まで成し得なかったことをこれから成し得ていけそうだなっていう希望に溢れてるわけですよね。いや、それはそれで素晴らしいじゃないですか。で、若者をバカにする言葉っていうのはあんまりないんですよ、実はなんかね、その子を羨ましく見つめることはあるんですけどね、若いなーとかってね、いや本当になんか羨ましく見つめるんですよ。で、羨ましがってるわけですよ、ただでさえ。でも逆に言うとね、70、80まで生き延びれたことにも羨ましさを感じてもいいんじゃないかなと。そして老害という言葉を、私はね、逆に老益っていう言葉に住み替えれないかなと思ってるんですよ。老益、益ですよね。で、それは年を取った人が世の中にどれほど貢献したかっていうふうに偉そうにチェックするんではなくって、じゃあこの人の存在意義を僕たちが確かめてあげようとかね、引き立ててあげようっていうふうな考え方になっていく、まさにそういった熟練の知恵を引き出せるような若さを維持していくってことはどうかなと思うんですよ。まあ少なくとも今令和4年の段階で70代以上80代以上の方っていうのは大きな功績を2つしてると思うんですよ。1つは大東亜戦争を終わらせたことね。未だに戦争だったら嫌でしょ。戦争を70代80代の方が苦しい時代が来ることを覚悟して終わらせてくれたわけですよ。で、 GHQ の支配にも耐え抜いて闇市の高い商品を買いまくって生き残ってくれたわけですよね。大きな功績だと思いますよ。逆に今のが戦時中で軍国主義の方が良かったんですかってことになります。もし未だに日本がどっかの国みたいに軍国主義、富国強兵を未だにやってるとしたら、それは改めて老害と言ってもいいと思いますよね。お前らの世代がひよってるから未だにこれやってるよみたいなねで、せっかくのテクノロジーも全部軍事に使われてるとかね。で、言論の自由もなくって好きな漫画も読めないし、銀魂とかはね、放送禁止どころか作者が引っ取られるみたいなことになっちゃうわけですよ。まあ銀魂は見たことほとんどないんですけども、まあけど今は岸田総理をいくらバカにしても逮捕されることはないですし、安倍総理をツイッターでね、バズらして追及して逮捕しろって言ってもね、別に怒られることないしまあそもそもあの憲兵ってのがいないですからね、ラッキーじゃないですか。スパイ防止法も未だにないし、ちょっと緩すぎるのはどうかなと思いますけど。で、もう一つはね、やっぱ高度経済成長を成功させて、この日本の経済的基盤を作ってくれたってことは大きいんじゃないかなと思います。少なくともそこに私たちは全く寄与してないですからね。気がついたら豊かな日本ができていたわけですよ。で、豊かすぎてね、一回りしてちょっと貧乏になっちゃってますけどね、今はね。それは今の世代の責任だと思いますよ。
せっかくの好条件を与えてくれた70代80代の方を尻目に、今40代50代を生きる人が最前線でそれに倣ってもっと豊かな日本を作れたはずなのに、それがねできなかったのは、なんていうのかな、豊かすぎて一回りして貧乏になっちゃったみたいなね変な言い方になりますけども、皮肉なんじゃないかなと。だからね、あの戦後何もない、工場も破壊されて船舶もなくって飛行機も飛んでなくって、自動車なんて持ってる人ほとんどいない、道路も壊された、工場もない、言いましたっけこれ、学校も青空教室、そんな中でよくね世界2番目の経済大国を作るまでのし上げたなと思いますよ、今の70代80代の方。しかも戦争で負けてすっごく辛い、ギブミーチョコレートとか言いながら走ってたわけでしょ。いやー私も嫌ですね、あのジープを追いかけながら腹が減ってるからギブミーチョコレートみたいなねことを言いながらね、でずっと鬼畜米英って言ってきたね、そのアメリカ兵になんか仲良くしようとか言ってね、パンを恵んでもらったりとかねするわけじゃないですか。悔しかったんじゃないですかね。あと人によってはね、自分の友人とか父親とか自分の息子さんが特攻隊に行って非業の死を遂げたりするわけですよ、うん、その中でねやっぱたくましく生きて、悲しみとか苦しみとかをね全部押し込めて、で自分の青春を諦めてね、次の世代のために寄与してくれたんじゃないですかね。まあそこまで考えなかったと思うんですけどね、うん、明日は豊かになるさと思いながら頑張って結果、なんか今70、80にいつの間にかなっちゃったみたいなね、人によっては豊かになるはずだったのに豊かになれなかったみたいな下流老人みたいなのもあって、なんかそれに向かって指さして老害って言ったらね、なんか立つでもないなと思うんで、皆さんありがとうって言った方がいいんじゃないかなと思いますよねまあなんかね、そのインターネットの発達とか SNS の発達のおかげでコミュニケーションが取りやすくなったのはいいんですけども、なんか蓋開けてみたらそこにはね罵詈雑言だから人を効果的にバカにする言葉がいっぱい生まれてきて、なんか嫌になっちゃいますよね、うん、なんかね、おかげさまでそんなことを見ずに私も住んでますけども、その発信オンリーですからね、あんまりその人の書き込みや動画を見ないところで、うん、平和に暮らしていけますけど、どっかに書かれてるんだろうなと思いますよもう老害とかいうテーマで書いたらお前が老害だとか言われそうですけども確かに老害な部分もあるけども、そうじゃない部分もあるでしょと。人はね一色じゃないですから、グラデーションですからね、また人は変化しますからね。なんかその浦島太郎じゃないや、桃太郎の物語がありますけども、桃太郎に出てきたおじいさんって果たして老害だったんでしょうかねなんかあんまり考えたことないですよそういうのはねなんか昔みたいにね、なんか長老って言ってその村とか町の年寄りは尊重されるようなね、そんな時代になったらいいなと思いますけども、うん、どうなんでしょうかね。やっぱりこれからも老害って言葉は特定の人によって便利に使われていくんでしょうか、うん、まあ老益って言葉もね、なんとなく流行ってほしいなと思うわけなんですけどね。じゃあ以上ですか。終わり。ありがとうございました。